タートしました。ドット飛び出しました。ミホノブルボンも好スタート。ウィッシュドリーム、そしてマーメイドタバンが内から、中からライスシャワー、ミホノブルボン行きました。徐々に内にコースを変えながら、ミホノブルボン、ライスシャワー、ウィッシュドリーム、マーメイドタバン、北雪銀河が5番手、そのうちに成田海星、あとは町金タウンホイザ、神のエルフ、外をついて石庭竜王、山人ミラクル中段、ゴッドマウンテン、バグンの真っ只中、その外にゴールデンゼウス、あと遅れまして中をつくアストロゲート、その後方グループでありますがスタントマン、マヤノペトリウスがそのうち、桜世界王後方から2番手、ライスシャワーが外、最後方は1番の大隅コマンドで1コーナーカーブし終わりました。2コーナーのカーブに向かうところで早くも抜けました。ミホノブルボン、リードが3馬身から4馬身と広がってまいります。2番手争いですが、外をついて北雪銀河、そしてその内を回りましては4番のマーメイドタバンが追走しております。間ウィッシュドリームで第2コーナーのカーブに入りました。その後でありますが、内々を回ってウィッシュドリームでありますが、ウィッシュドリーム、そしてその外を回りまして成田大成が上がっていきます。間は前の2番手争い、ライスシャワーが中におりました。さあ、スタートしてからの 1000m の通過はどうでしょう。61秒で通過したミホノブルボンのペースであります。さあ、中段石庭竜王がおります。外を引きましては、あ、内から今度はスルスルと上がってまいりました神のエルフであります。さらにその後方、スタントマンは内をつくマヤノペトリウス、さらにその後方グループ桜世界王が現在最後方を進んでおりまして、3コーナーの下りに入っております。先頭はミホノブルボン、リードはやや詰まりました。2馬身であります。ライスシャワー、それから北雪銀河、内をついてはマーメイドタバン、この辺りが2番手争い。その後方からウィッシュドリーム、あるいは神のエルフ、石庭竜王と第3集団を作っています。さらにはその外を回りましては山人ミラクルが中段のやや前の方に上がってまいりました。そしてその内をつきましてスタントマンの体勢、その後方グループからの追い込みはどうか。ゴールデンゼウスが上がっていきました。そしてその内々を回っておりまして、前のペトリウス、ゴッドマウンテンで早くも600の標識を通過、第4コーナーのカーブに入ってまいりました。ミホノブルボンのリードは2馬身、ライスシャワーが2番手、そしてその後2馬身ほどバグンが切れて、前の牛をついてスタントマン3番手、そして最内をついてマーメイドタバン食い下がっている、400切りました。中をついて神のエルフ、スタントマン、さらに外をついて成田大成が来た。桜世界王は後方グループでまだ揉まれている。さあ、前の争いからミホノブルボン突き放した、坂を上りきって突き放した、直線200の標識、リードは5馬身と広がっている。外をついて前のペトリウスが2番手に上がってきた。内、ライスシャワーとの2番手争い、100を切った、独走に入った。これは強い、とてつもない強さ。ミホノブルボン、ミホノブルボン圧勝で五輪、2番手接戦。内はライスシャワー、外は前のペトリウスであります。その後開きました町金タンホイザ4番手、5番手にスタントマンか。